マケドニア地方を構成する行政区の一つ。県とはカストリア。カストリア県はマケドニア地方の西部であり、ギリシャの北部に位置する。また、フロリナ県、グレベナ県、コザニ県、ヨアニナ県とそれぞれ接している。また、県の西端はアルバニアのコルチャ県の国境で接している。カストリア県は山がちな地形で、 大陸性気候で冬は寒冷で、夏は暑い。また、県の南西部には、グラノス山脈や、ビオサンダ脈が、県の北東部には、ベルノ山脈がそれぞれ走っている。カストリア県の住民の大部分は、ポントス系ギリシャ人起源である。彼らの祖先は、1923年のローザンヌ条約が承認された後に、ギリシャに移住してきた人々なのである。 カストリア県カストリア県は以下の自治体から構成される。面積の単位は経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。カストリア県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのカストリア県は以下の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は 渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものはキノキタ、それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。